はい、あ、まだあります。え、ちょっといいですか、ちょっといいですか、はい、すいません、燃料プールの件で、ぜひ見たいねという話についてですね、明日の朝になっちゃいそうなのでちょっと今の状況をきちんと共有したいと思います。新日本ヘリコプターはまず×でした。それから次に自衛隊の方も今×だというふうに伺ってます。自衛隊の方の交渉はそちらの復旧班の方でさんお二方でやっておられる。で、新日本ヘリは私の方が一人で、二つの方策を並行してやって両方とも×でした。ただ両方とも×がまだ一部の望みがあってですね、新日本ヘリコプターについてはちょっと誤解を招いちゃいけないんですけども、中堅層とかそれからパイロットさんは何とかしてあげたいなと思ってくれてるんだけども、会社の上層部はやはり周りが汚染されてるということでなかなかそこまで踏み切れないなという、会社として許せない、パイロットに飛ぶことを許せないというそういう面もありそうに聞こえております。で、これもしももう一押しするんであれば東京電力として新日本に安全確保大前提です。それはうちの法会も一緒に乗りますからと、そういうことでですね、会社として新日本に申し出る手がもう一つ残っているとは感じております。これただ私はまだ手を出しておりません。で、自衛隊の方はこれ伝え聞きですから、もしも今いらっしゃらなければ私がやってしまいますけれども、自衛隊の本部に行ったらば、これちょっと随方なんですけども、防衛省としては法律の問題もあってちょっと言えないと、許可できないと。ただ現場は今もその放射線測定の名目で飛んでいるはずであり、その名目で飛ぶ分には防衛省として文句も言わないから現場に行ってみればという、そういうことを言っているそうで、今オフサイトセンターで動いてくれているとは聞いています。で、このままだとぼやぼやっと明日の朝までなっちゃうので、どうしても明日プールが見たいとすれば一部の行けるかどうか分かんないけども、いや、その一部の望みにかけて動こうというふうに意思統一をしておかないとこの先進まないかなと思います。ちょっと長くなりました。以上です。もしも新日本の上の方に話をした方がよければ、私から話をしたいと思いますので、あと少し相談をしたい。了解です。じゃあ個別にお願いします。で、まあ、ともかく皆さん大変にご苦労様でありますけれども、まあ、本当に未曾有のこう状態を経験しているわけだけれども、こんな時こそ東電テプコスピリッツの発揮どころだというふうに思います。みんなで力を合わせたら必ずこの危機も乗り越えることができるというふうに信じています。みんなで力を合わせてまた一歩一歩進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。